シドリー山は南極大陸西南極のマリーバードランドに位置する縦状火山である。かつ火山ではないものの火山としては南極大陸の最高峰である。南極大陸のほぼ成形126度線に沿って数個の火山が連なるエグゼクティブコミッティ山脈に属する山で標高は4285メートルに及び、 山脈内では最も規模の大きい山である。火山は570万年前の先進予初期に形成され始め、420万年前に活動を終えたと考えられている。山を囲む表床は、海抜2100メートルに達し、直径5キロメートル、深さ1200メートルに及ぶ、馬底形の特徴的なカルデラを有している。カルデラからは、南東方面にかけて、 マークス氷河が流れ出ている。山は1934年11月18日に、アメリカ合衆国の海軍省省であった、リチャード・バードによって、南極体験隊の調査飛行中に発見され、探検隊への支援者であったウィリアム・ホーリックの娘で、ある、マベル・イーシドリーにちなんで命名された。大陸最高峰の火山という位置づけではあるものの、近辺に観測基地が存在せず、 アクセスが困難であることから観測基地が存在するロス島のエレバス山と異なり認知度は高くない。シドリー山の初登頂は1990年1月11日、ニュージーランド人のビルアトキンソンによるものでアメリカ合衆国南極プログラムの科学調査隊の支援の下で行われた。シドリー山と周辺の地形図、ありがとうございます。